ゼブレイン松井のキャラ手相診断の動画。どうも、私ゼブレイン松井と言います。そしてこちらが善逸くんです。見えてますか？この動画ではですね、私の趣味特技であります手相についてお話をしてます。毎回ゲストの方を招いて、その方にまつわる手相の話してますよ。本日のゲストの方はこちらです。どうぞ。はい、こんにちはと言ってくださってます。それ自己紹介をどうぞ。鬼滅の刃から来ました、かまどねずこです。よろしくお願いしますということです。というわけで、早速ねずこちゃんの手相、こちらに注目してください。さあ、ここに生命線という線があると思います。ここの線が太くこう内に内に巻いている方いらっしゃいませんか？そういった方はとても生命力の強い方です。たとえどんな敵に襲われても生き残ることができるようなタフな力を持っているんじゃないでしょうか。どんだけ働いても倒れることはないと思います。ガンガン働いてください。頑張ってください。というわけで、早速ねずこちゃんの手相見させてもらってもいいですか？うーん、あ、喜んでますね。僕ね、もう見せてくれると思いますね。ちょっと手をね、ねずこちゃんね、頭をなでなでされるのが好きなんですよね。だからちょっとやってみたいと思いますね。ちょっといいですか？はい、喜んでますね。とても喜ん、こうやって炎を出すのはね、仲間だと認めた印なんですよね。熱いよ、熱い、あったけえな。また手相見れずに死んだよ。以上です。